ックスアーティストアカデミー東京校ボーカルインストラクターのまさきです。この動画では P2 音程を合わせる、音程を合わせようとする意識の解説をしていきたいと思います。音程を合わせる意識ということで、今日はユニゾン箇所というものでトレーニングをしていきたいなと思っています。ユニゾンって聞いたことはありますか？ユニゾン、これはどういうことかと言いますと、同じ音の、同じ高さの音ですね、のことをユニゾンと言います。またオクターブ上、オクターブ下、その同じ音、ドと、上のドと下のドと、これも同じ、ユニゾンの状態になりますので、これから練習していく中で、もしちょっと苦しいな、高くて苦しいな、低くて苦しいなっていうのがあるようでしたら、1オクターブ上、1オクターブ下で練習していただいても構いません。で、練習する際に気をつけていただきたいのは、まず、歌い方、そのニュアンスとかはそんなに気にしなくて大丈夫なので、音程をしっかりと合わせにいくっていうところを意識していただければと思います。なので、しっかりと耳で音を聞きながら発声をするということを意識してみてください。それでは、今日はですね、畑基博さんのひまわりの約束でやってみたいと思います。まずはメロディーを確認していただきたいと思いますので、私が一度歌ってみます。聞いてみてください。練習していきたいと思います。じゃあ次、ユニゾン箇所ってどういうことなのかというのをちょっと先生と一緒に歌っていきたいと思いますので、またちょっと聞いてみてください。私と今先生とで同じ高さの音で歌ってきました。同じメロディーを歌ってきました。この感じを、今見ていただいている皆さんも一緒に歌っていただきたいと思います。私と皆さんの、ユニゾン箇所になります。それでは準備はいいですか？行ってみたいと思います。もし、スマートフォンだったりパソコンで見ているかなと思うんですけれども、動画の音が小さいと自分の出した声で音が聞きづらくなってしまうので、少しボリュームを上げて歌いながらでも聞き取れる状態のボリュームに上げていただければと思います。はい、準備はいいでしょうか？それでは行ってみたいと思います。繰り返し巻き戻して同じキーで歌う練習をしてみていただければと思います。あとは普段皆さんが聴いている楽曲もあると思いますので、その楽曲に合わせて、そのメロディーに合わせて、主旋のメロディーに合わせて歌っていくという練習もぜひ合わせてお家でしてみていただければと思います。はい、それでは頑張ってください。